11時の回に続きまして、キャッチがまりそうもね、八川高島屋さんにやってまいりました。というわけで、くまもん隊隊長のくまもんでございます。よろしくはお願いいたします。で、というわけで、ちょっと涼しくなりましたね。ちょっといい感じになりましたね。本当にね、今日はお暑い中で皆さん、今年ね、貴重な休日をですね、くまもんのために時間使っていただきましたと、どうもありがとうございます。で、最後までね、楽しんでいただけるように精一杯頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、早速、皆さんお集まりいただいてるんですけれどもね、ちょっと元気いっぱい、まず最初はくまもんの可愛いダンスから披露したいと思います。というわけでですね、これから披露するダンスね、くまもんの誕生日3月12日、先日3月12日に発売されましたくまもん初のアルバムのくまもんと遊ぼうという、ね、中に収録されておりますハッピークまもんという、ね、ダンスを披露したいと思います。こちらね、とても可愛いダンスになっておりましてね、一つ皆さんにお願いがございます。ね、何のお願いかと言いますと、皆さんに元気いっぱいくまもんの名前を呼んでほしいんですね。私がですね、せーのと言いましたら、大きな声でくまもんと呼んでください。それではね、音楽に合わせる前に一回練習してみたいと思います。それではね、今日も後ろ向いてますからね、元気いっぱい呼んであげてください。いきます、せーの、くまもん。あら、ちょっと足りないみたいですね。じゃ、今の2倍、3倍、くまもんがね、振り返るようにね、元気いっぱいな声で呼んであげてください。いきます、せーの、くまもん。はい、それではね、早速音楽に合わせてやっていきたいと思います。ハッピークマモンミュージックスタート。というわけでね、
改めまして皆さんの元気いっぱいな挨拶にしましょう。改めまして皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。というわけでゴールデンウィークということでですね、ちっちゃなお子様それから、ね、大人の方まで、ね、たくさんお集まりいただきましてどうもありがとうございます。というわけでくまモンはですね、本日こちら立川高島屋さんで開催中の第9周年の応援にやってまいりました。11時の会に続きまして違ったね、10時半だったねごめんね、そう朝早くね皆さんお並びいただきまして10時半の会にもねお越しいただきましてどうもありがとうございます。ということでね、2回目13時の会ですけれどもねちょっとね暑いですからね皆さんね、あの夜間にならないようにね、あの水分適度に取りながらねご覧になっていただきたいなと思いますありがとうね、あおいであげる、あいしゃ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 ということで元気いっぱいやっていきたいと思いますけれどもね。さあでこんなにたくさんお集まりいただきましたけど、ちょっとくまモン聞いてみましょうかね。さあちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。さあこちらにやってまいりました。くまモン知らないよという方いらっしゃいますか。くまモンのこと知らないよという方いらっしゃいますか。いや一応来てみたけれども知らないという方もいるかもしれないけども、あでも大丈夫見て、あのよかった、誰も当たってないみたいです。よかったです、ありがとうございます。じゃあ今度聞いてみましょうかね。さあくまモンっていろんなとこ飛び回ってもありますけれどもね、実は今日生のくまモンに会うの初めてだよ、今日が初めてという方どのぐらいいらっしゃいますか。はい、わーたくさん入りました。あらー光栄でございます、ありがとうございます。いかがですか初めてのくまモン。かわいい、かわいい、あのね、ふるさともくまモンになっちゃうのでありがとうございますね。ぜひ生ならではのね、くまモンを堪能していただきたいなと思います。でお写真もね、今日ねぜひたくさん撮ってね、思い出に残していただきたいなと思います。さあそれからね、こう会場をぐるーっと見ますと、いっぱいあなたの顔がですね、見えますね。ね、じゃあちょっとくまモングッズ持ってきたよという方、ちょっとくまモンに見えるようにね見せてあげてもらってもいいですか。 ありがとうございます。早いお姉さん、ねね、ブローズ検診で、ね、あのコラボレーションしました。これ前フェイクリアに来ました。皆さんあお姉さんも持ってる、 ありがとうございますね。かっこいいですね。あのね、あの佐藤健くんに代わってくまモンが、ね、剣心の役やるよっていうね、エイプリルフールのねこともありましたけどもね。さあ、あなたお気に入り気に入ってる場じゃない、お姉様だからね、お姉様大事だから返してあげてください。そうじゃない、戻してあげてください。さあ、あなたもね、はい、あなたの代わりに可愛がってもらってくださいね。ありがとうございました。さあそれからね、ミニキュマもほら T シャツ、今日ね暑いから T シャツもねたくさん着てくださってると思いますよ、ね、お姉ちゃんはピンクのくまもんですね、かわいい。それから、ね、あお兄さんは真っ黒な、それからね、あちらにもいらっしゃる、本当に今日は ありがとうございます。さあね、ぜひね、あのくまモンを身につけて、あのそれからね、そばに置いてね、生のくまモンも楽しんでいただきたいと思いますがね。では、初めましての方もね、それからね、いつも応援してくださってる方にもね、改めまして、こちらにおりますくまモンの紹介させていただきたいと思います。さあ、ということで、初っ端からね、雑談ばっかりしてるくまモンですけれどもね、くまモンの、ね、性別、皆さん、女の子だと思いますか、男の子だと思いますか。さあ、質問です。女の子だと思う人、はい、あ、ちょっと上がったかな。さあ、じゃあ男の子だと思う人、はーい、あ、大多数、ありがとうございます。正解はですね、くまもやんちゃで好奇心いっぱいな男の子でございます。九州男児でございますので、ね、お間違いないでお願いいたします。さあね、そんなくまもんですけれどもね、熊本県の蒲島知事から熊本県営業部長、それから熊本県幸せ部の幸せ部長、2つの役職をいただきまして、ね、全国の皆さんに熊本の魅力を知っていただくために頑張っております。さあ、くまもんのそんなふるさと熊本県行ったことあるよ。